対決策サクセス実況49回目の今回、戦う選手は8月セリーグの月間 MVP を受賞しました、中日ドラゴンズに所属ビシエドと対決大。ビシエドが月間 MVP を受賞するのはこれで通算3度目。月間成績は26試合に出場して打率は4割6分5厘、47安打を放ち7本塁打24打点の大活躍。8月のビシエドはやばかったですね。もう常にヒットを打ってた印象ですよ。まあ、この47安打というのはですね、セリーグ記録になるわけなんですよね。ちなみに日本記録が1996年8月のイチローの48安打。これが月間安打数の日本記録になるんですが、その記録まであと1本というところまで行ったんですが、残念ながら記録更新並ぶこともできませんでしたが、まあでもすごいことには変わりはありませんからね。ほんで今年のビシエドっていうのがここまでの率がやばくて、シーズンのトータル成績で見ても現時点で3割5分2厘もあるわけですからね。今季首位打者ビシエドっていうのがこのままいけば誕生するんじゃないでしょうかね。予想外です。現時点のパワープロでの能力はこのようになってます。ミート能力は C の62、まあ、今季の成績の割には低いのはですね、このビシエドというのは7月の成績をもとに査定され作られたビシエドなので、まあ、今後のアップデートでもっと爆上げで、なんならミートパワー両方 A になる可能性もありますね。でパワー自体も A の81と高く、パワーヒッター持ち、また広角打法とか対左 A とかさ、いろいろ持ってるんで、まあ、すごい数字を残してくるんじゃないかなと思うんですが、これに注目ですね。調子極端を持ってるので、いい時と悪い時の差が激しいので、いい時はもうそんな手をつけられない、もうやばい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 しか言えないような、そんな数字を残してくるバッターだと思うんですけど、悪い時のビシエドっていうのはどうなんだろうね。数字がかなり低くて、あれこんなんじゃ次の年の契約ないよ、誰も取らないよっていう成績を残してくるんじゃないかなと思いますので、まあ、今回僕自身強い選手を作ることもそうですが、どっちのビシエドが出てくるのかっていうのも注目していきましょう。今回作る選手の球団設定はビシエド同様、中日ドラゴンズで作っていきます。持ち込みアイテム、まあ、今回はシンプルな打力対決になることは間違いないので、僕もその打力を求めてミート強化カードとパワー強化カード、この2枚を持ち込み作ってみましょう。レッツ対決サクサクセス、ステージ11やらねばね。初期能力はこんな感じ。おお、だいぶ高いスタートだね。天才カードを使ってるわけではないんだが、パワーがE の40、ステータスも100超えですから、なかなか珍しいですよ、こういうことがあるのはね。ならばこんな強いのであれば、もっと強くしていかないとなかなかないことなんでね。ステージ1ではあー、まあパワーパネル、ミートパネルはちらほらある感じですね。ほんでやたらとハテナパネルが多いのも気になる。スタートが良かった分、この後地獄が続くっていう展開はないですよね。そういうことないことを祈りながらやっていきましょうって言ってるそばからいきなり体力減少、早いっすね。まあその後上がるんすけどね、上がって下がって忙しいね。いろんなことが起きるモード、それがサクサクセスだ。いや青パネル残ってますけど、ほとんど守備関係なんでね。あ、守備はいらん、必要ない、打力だ言ったろ。なので打力のみを上げるんで、ステージ1はこれにと終わり。2はどうだ、アイテム祭りステージ、イエース。スタートいいわ、アイテム祭りステージ来るわ。多いよ、ほんと楽園かここは。まあ、ガンダーがいる上にね、またハテナパネルでいっぱい手に入れることができますので、まあ、プラスしかないステージですよね。おいで宝箱追加、どこと、そこを取る、当たり前当然でしょ。で残ってるハテナパネルも組みたいんだけど、中身はパワー超人年でパワーアップ、すでに D の56、いいっすねいいっすねいいっすね。でももっと強くならねばね、 D で終わっちゃダメだよ。ハテナ、あそこに出てきたね、 OK、 これ踏んで、はい、何？ミート強化カードはもうすでに持っている、持ってるカードもらってもしゃあないわ。2枚持ってたら最高なんだけどね、2枚持てるようにするべきだと思うんですけどね。ただ1枚限定なんでね、残念で。お次ステージ3、あーでここも宝箱があるから、まずは宝箱だったり、あーミートパネルとかもちらほらあるね、これいい感じ。え、何？あー一番肝心なやつ落とした、勘弁してくれ、もう勘弁してくれ本当に。ここから負を押し付けてくんじゃねえ、このモードの悪い部分が全部出てるぞ。まあいいことの後には悪いことがあり、そして悪いことの後にはいいことがあるっていうのがこのモードなんですけどね。そんな急に来んなよ、もうプロになれるだろ、自分の能力信じろよお前。過小評価しすぎだろ、過大評価してもいいくらいお前いいスタート切ったやんけ人生ね。なんかあったんやろうね、なんか言われたんやろうね人にね。このまま行くと思うなよだったり、辛い言葉を浴びせさせられたんでしょう。しかしだね、お前はなれるんだよ、諦めんなバカタレーが。
もうちょっと余計なことばっか起こり続けるね。うわ、このステージはパワーパネル多いですから。よしよしよし、余計なことが起こった分このステージではプラスで出来事起こること信じてやるよ。まあ彼は真逆の位置にいるんで大丈夫っちゃ大丈夫だね。ほんでまたもう手に入れたカード全部落とす。やめて。ほんで野球マンの登場ありがたいね。野球マン1号だ。どこ、あそこ合う、もちろん。あ、野球マン、野球マン、えーいっす。能力アップに体力回復だからね、プラスしかない。まあ、パワー B 乗りましたけど、ビシエドは A とある選手ですから、まだ必要ですね。まあ、パワーだけじゃなくて、その他ね、特殊能力とかも手に入れてないわけですから、そういう部分も欲しい。ミート超人ね、イエス、ビシエド以上のミート力は手に入った。いいぞ。で、またカード落とす。ひたすら落とす人生だね。落とし続けてるよ、君ね。そんな中、ノリノリになれるって、どんなポジティブシンキングだよ。そんなやつ先プロになれるかなれないかってね、迷う必要ないでしょ。どういうことやね。なんで迷ったねんだろうね。はい、体力超回復、これがノリノリの力なのか。いや、助かるよ。でもこのステージはゴール直行ですね。あとはだね、弾道が2なのでそこがまずい。ミートパワー確実に上げれていってるのはいいんだけどね。弾道2ではホームラン打てんよ。また名古屋ドームでペナント回すんだからね、最低3マックス4欲しいっすね。どうだ、弾道パネルはない。なんでないんだよ、クソったれバカったれ。もういろいろ言いたくなるけど仕方がねえ。まあ、選手にあげてもらうだったり、宝箱の中身の野球超人伝とかであげれる場合もありますので、もうそれを期待するしていくしかないですね。あそこにいるのはアルモンテならば、アルモンテだ、会いに行きましょう。赤パネルが青に変わる。これで弾道が追加された。それも近くに。レッドゴー、レッドゴー、レッド、レッドゴー、レッドゴー、レッドゴー、レッド、レッドゴー。イエス、完璧だ。パーフェクトだ。よーし、それも一気に上がってよ。あとは失敗しないように作るだけだ。わかるだろ。ローボールヒッターもついた。それもいい。問題はこいつっす。ゴール周辺に出てきたっす。うっとうしいっす。でも俺はもう宝箱取って帰るつもりっす。から、こっちに来ないでくれっす。よろしく、頼むっす。くんなよ、くんなよ。うわーうわー、もうなんでだよ、この選手が失敗、ふざけんなよ。もうほらね、みんなね、いいことが起こると悪いことが起こる。俺の言った通りの展開になったろう。あと1、ちょうど1足りずにゴールいけないからね。カードは何も持ってません。終了です。わー、これミスるか、これミスっちゃうのね。ゴール周辺のハテナパネルで、はあ、もうこういうモードですから仕方がない。受け入れてやっていくしかないので、もう相手も何もなしです。リトライしていきましょう。再びステージ11やり直し。もう仕方がないから頑張る。とりあえずね、さあ、クソ弱いまんまステージ3まで来ちゃったぞ。とりあえず宝箱の中身はパワー超人ね、いいっすね。まあ、とにかく打力特化型を先ほどと同様作っていくので、もうこのパネルはミートパワー系だけで十分ですね。あと特殊能力をもらうために選手に会う。まあ、どうやったってさっきのレベルまで持っていくことはちょっと厳しいよ、強化カードがない分ね。まあミート強化カードは手に入れたけどもね、パワーがないので、そこはね、しゃあないので、まあ、さっきまでとは言いませんけども、ただ強い選手はまだ作るチャンスは残ってるかなと思ったら、そのミート強化カードすら落とすんやね。どんな人生なの、本当ね。進めば進むほど不幸なことだらけっていうね。もう歩くのやめた方がいいですよ、こいつ。なんでまだ歩いてるんだろう。まだなんで足がついてるんだろう、手もついてるんだろう、頑張って上目指してるんだろう、わかりません。それが非常に無謀なことと知らずにね、俺は知っとるわ。はぁ、もうため息が漏れるような、そんな展開ずっと続くな。あれ、特化パネルあるんでね、あれ踏みに行きましょう。あれを全部パワーにしたい。だがもうカレンがやってくる。もうなんやねん、ほんとに。どっかなんか邪魔するものが現れるよね。ミート超人伝でミートアップ、それはいいよ。ただすごい勢いでカレンが来てるじゃないか。特化パネルで全部パワーにしたところで、これ踏めねえだろ、カレンが来てたらよ。いや、もう諦めるしかないわな。もう最終ステージこれで臨むしかないですよ。そこで不幸なことではなく幸せな世界が待ってることを祈りましょう。はい、最終ステージです。
ステージ5。もうここではね、あ、博士もいるんでね、まず博士に会いましょう。こんだけ不幸尽くしの俺にさらに不幸を与えてくるモードでは決してないと思うんでね、まあまあこうやって彼にロックオンは渡されますけど、どしたってされますけどね。絵はこの際とりあえず博士が俺を幸せにしてくれたら何でもええ。カモン博士、頼むよ。手術は当然成功だよね。お願いします。あー、案の定の失敗でさらにダウン。え、ノリノリになる、なるんだ。君すごいね、この状況で。すごいポジティブシンキング。まだ上目指してるんだって。バカというか愚かというかね、無謀というか、何のために生きてるというかわかんねえ。で、こういう時にカレンをはめることに成功する。いや、もう能力の高い時にカレンはめできて体力回復なんてできたら最高だったんだけどね。手術失敗した俺が回復して何になんねん。いや、でもまあ希望はあるからね、体力もあるからね、とりあえずまだ強くなる術っていうのは残ってるんで、もうなりましょうよ。野球マンも出てきてないから、その野球マンの助けもね、得ていきたいと思う。下がったもんは仕方がない、取り戻せないんで、だからここから自分で上げていくんだ。1号さん頼む、こっち来て。わかるでしょ、今俺この能力の低さ見たら助けてほしい人間がここにいるということ。体力回復、そして野球マン1号に会えたね。体力だけは無駄にありますから。さっきそれくれよ、さっきそれしてくれたらよかったやんね。なんで今やねん。いや、もう今あるパネル踏んだってね、やっぱ強くなれるっていうのは限られてますので、やっぱもうこれ積極的にハテナパネル踏んでいくことですね。ほんでやっぱハテナパネルで、青パネルを増やしていかないと、じゃないと無理だと思うわ。もうね、頼む。回復ではなくパネルを増やしてください。はい、青パネルが消えていくんですね。いや、それじゃダメじゃん。無地パネルなんか追加されろよ。肩力と守備力が入れ替わるとか、もはやどうでもいい話やね。そんな一言も俺求めてないけどね。ハテナパネルは残るは2つ。もうあの上のパネル、とりあえず3つですね。とりあえずこれ踏んで、四つ葉のクローバーでまたノリノリ。乙女やね、ノリノリになれる環境やないのね。ほんで体力減少、体力すらも失っていくのか。もうほんで残るはあと1つですので、あの下のパネル踏んで、何か追加されることを願いながら希望をタクシーに踏んでいきましょう。さあ結果どうなる。あー、ここでテンション下がるんだね。なんやね、ノリノリになったり下がったり、忙しいね。ゴールに行くことは可能です。このシリーズ、自分で自ら失敗することっていうのは許されませんので、はい、これで終わりです。ちゃんちゃん、こういう結末を迎える、そういうサクサクセスになりましたと。さ、ダメだ、今回の俺はどうしたって AE 選手は作れない。こういう結末を迎えてしまう。ステータス200というクソ弱い選手、打力特化型の選手作ろう言うて出来上がったのこれだからね。あの、もう何にも期待してませんので、あとはビシエドがどういう数字を残してくるのか、そこだけ見ていきます。はい、これから互いの選手をペナントで回していきます。起用法は打順に4番、一塁手起用になります。そしてまずは僕の作った選手からいきたいと思いますのでね、こんな能力ですので、誰もが期待してないと思う。そっぽを向いて、漫画だったりテレビを見てるんじゃないかな。この動画見てくれてる視聴者がここまでいるのかどうか、おそらくゼロだと思うんですけど、あ、まあもうとりあえず作った以上回していきたいと思います。僕の作った選手、1年のシーズン開幕、興味なし。どうでもいい選手の1年のシーズンが終了しました。成績オープン、ダダダダダーン。ワッツ、打率3割0分7厘。なんでだ、全く期待も注目もしてなかったんですけどね。能力の割になんかすごい率残してきてないっすか、これね。3割打つ選手だとは思わなかった。まあ、ミートは C の62と、それなりにやって内安打丸もついてるっちゃついてるけども、この率になるか、この能力で。いやいや、待って待って待って。これがちょっとペナントのわけわかんない点ですね。ガチで作ってミート能力の高い選手が意外に率出せなかったりね。なんか能力的に全然そこまででもない特殊能力があって、そんなついてない選手が意外にも残したりするんでね。まあ、たまたまなんだろうけどね、思った以上の率残されてびっくりですよ。こいつが4番だから中日弱いのかなと思ったけど、まあ、最低限リッチ3割残せてるのであればそこそこ強いんじゃないかな。また後で確認していきますけど。で、これアルモンテもやばいね。3割8分2厘の打率。歴代打率ランキングでは6位に入る打率ですね。3割8分2厘というのは。ここ最近で一番高かった打率が2008年の内川、あの横浜の時のね。うん。すごい率残してるんですが、それ以上ですからね。僕の選手の率にも驚かされ、アルモンテの高打率にも
驚かされる、なんか正直予想してなかった対決、まあ、ペナントになってるんですけどもね。まあ、それ以外の指標をちょっと確認していきましょう。142試合に出場しての574打数の176安打、2塁打22本と、まあ、長打に関してもそこそこあるよ。3塁打0打、本塁打は8本、お、まあ、結構打ててるわぶっちゃけもう5本4本くらいかなと思ってたんですけどね。打点も97打点と非常に多いというね、あと3打点で100打点到達だよ、このレベルの選手がね。なんでだ、得点圏打率が3割5分6厘とチャンスに強く、また得点圏打数がお前202打数もあるじゃねえかよ。そらこんな打点になりますわ。この打数っていうのは当然セリーグトップ、まあ、パリーグ含めてのトップですからね。ワンシーズンで200打数以上もなかなか得点圏で回ってくることないですよ。もしかしたら歴代ナンバーワンの得点圏の打数の選手になってるかもね。もうこれだけなぜチャンスで回ってきてるのかというと、やはり先ほどのね、このアルモンテですよね。これだけの率残してますから、それは常にアルモンテがもう塁上にいる状況でこの4番に回ってきてるんでね、それもあってかこれなんじゃないでしょうかね。ああ、僕97打点という数字に驚かされましたが、これだけの打数あって100打点いかないっていうのは逆にダメですよ。で、出塁率が3割5分6厘、長打率3割8分7厘で OPS7 割4分3厘ということになりました。いや全然なんか予想以上に OPS だったりね、打点またね、打率の部分いろいろと数字を残してきてるので正直驚きですね。そして、この中日の順位で見ていくと、リーグ4位、ドベじゃないんだねこんなのがいて。4番の僕の選手さえしっかりしておけば A クラス入りどころか優勝すらもちょっとあり得たペナントだと思うんですけどね。やっぱまあ成績に驚きはあるけども、やっぱ普通の目線で見たらやっぱそんなすごくない成績ですからね。普通の目線で見たらね、あの選手があの成績を出したから驚いてる、で凄みを感じるっていう部分はあるけども、普通の目線で見たら普通どころかお前最低限を下回るような4番の成績ですので、やっぱちょっとチームの足引っ張っちゃってる感じっすね。もしもここにビシエドがいたのであれば、まあ中日の順位はもう一つもう一つさらに上行ってたんじゃないかな。個人タイトル取ることは 100% ありえませんけど、一応確認だけしていきましょう。ベストナインから一塁手はロペスが受賞で取れませんでした。ゴールデングラブもロペスが受賞、また個人タイトルっていうのも取れずに、アルモンテが首位打者に最多安打最高出塁率とタイトル独占っすね。このアルモンテはやばかった。そして対決のテーマでもある月間 MVP、 これも受賞できてるのか確認していきましょう。オープン、ダダダン、どうだ、取ってる4月部門でね、わーお、4割1分3厘の率を残し2本塁打25打点の大活躍、お前マジかよ。4月のこの活躍があったからトータルで見たら3割乗っている、そういうことになったわけなんですね。かー、受賞できると思ってなかったんで驚き。またライバルもね、当然セリーグパリーグ問わず多いですからね。まあ、これね見たらわかりますけど、筒香が3ヶ月受賞してたりしますから、そのライバルが多い中この選手が4月に取る、ほんと最後まで予想外な展開ずっと続いてる。続いて対戦相手のビシエドをこれからペナントで回していきましょう。まあ勝負の決着については正直ついてるとは思うんですけどもね。まあでも先ほど言った通り調子極端を持っているため、これがついてることによって、まあいい時のビシエドっていうのは本当一言でやばいというような、そんな成績を残してくるとは思うんですけど、ただ悪いのがずっと続くビシエドがそこにいたらですね、もしかしたら僕の選手を下回るという可能性も決してゼロではないと思いますので、まあビシエドが今からどんな数字を残してくるのか見ていきましょう。ビシエド1年のシーズン開幕じゃい。ビシエドの1年のシーズンが終了しました。調子極端が働き、どっちの方に転がったのか見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ、打率は僕の選手より低い2割8分6厘と、あれれれ、これ悪い方に働いちゃったパターン。いやいや、率で見たら2割8分6厘ですからね、3割乗ってないってだけでそこそこ高い率ですから、そもそも Me と C ということを考えればこれくらいでしょうね。あ、別に調子極端が働いたからとかではないですね。まあ、でもなんとあの選手が率だけ見たらビシエドを勝ってるっていうね、そこは誇っていいんじゃない。で、143ゲームフル出場での552打数の158安打、
打、2塁打26本、3塁打は0本で、あのパワーを生かしどれだけの本塁打打ったの、何本、33本。まああの能力から予想できる成績ですね。これくらい打ってくるわなって感じ。さすがっすね。で打点119打点で得点圏打率は2割9分5厘で、得点圏打数がまたもビシエドも200打数を超えてる。またこれまたセリーグダントツでしょうね。はあ、なんでこれ中日こんな得点圏打数で来るの。アルモンテ大島あたりの出塁率がえげつないからだね。はいはいはい、前のバッターの出塁率がえげつないこともあって、これだけの得点圏打数で来ているということだ。すごいね。まあ長打力もあるビシエドで、チャンスでもしっかり打ってるんでね、しっかりと100打点は稼いでますよね。僕の選手とは対照的だ。で出塁率は3割7分6厘、長打率5割1分3厘で、OPS は8割8分9厘という数字になりました。これまた驚きは何もありませんって感じ。まあ能力的にこのような成績になるのは予想通りでしたから。まあ調子極端ってついてますけど、別にそんなことはなく、むしろ調子安定と言ってもいいんじゃないかな。能力通りの成績を出してきたって感じですのでね。年間表彰式、ビシエドタイトル受賞なるか。まずはベストナインから。おお、取ってきましたね、一塁手部門で。ゴールデングラブはロペス。ここは受賞できず、個人タイトルに関しては首位打者平田で、本塁打王にバレンティンで、打点王にビシエド。しっかりと個人タイトルも受賞か。ベストナイン打点王のタイトルを受賞したビシエド、月間 MVP の方はどうなんだ。オープン、ダダダン。あー、しっかりと取ってるわな、これだけの成績なんだからね。はい、5月部門3割4分7厘、10本塁打に27打点の大活躍もあり、受賞してますね。まあ僕の選手は率だけの受賞でしたけども、ビシエドはしっかり率も本塁打も打点も稼いでますから、まあ異論も議論も起こるわけもないんじゃないですか。まあ、取って納得です。これで互いの選手ペナントで回し終えました。成績を見比べなくても決着はついている、前回の対決同様ね。しかし今回もまあ一応形上見比べていきたいと思います。互いの選手の成績はこちらですね。まず打率では3割0分7厘と2割8分6厘、率だけ見たらなんと僕の方が上。よーし、勝った勝ったなんて言えねえよな。それ以外見て、本塁打、打点、出塁率、長打率、 OPS、 まあ得点数だったりその部分もさ、これだけの差がさ、パッと見た瞬間に出ているわけだ。勝ってんのは打率のみ、その勝ってる部分を誇り、そして結果発表とすぐさま行きたいと思います。実況49回目の今回、ビシエドに挑んでみた結果は、僕の選手の負け、ビシエドの勝ち、当然の決着ということになります。異論議論そこで起きるわけもなく、当たり前の話ですね。これだけの差がもう数字として出ているわけなので、もう負けですね。負けをただただ認めるしか今の僕にはできません。はい、これで今回の対決サクサクセスは終了したいと思います。負けた悔しさよりも、あの選手を作れなかった悔しさの方が僕の中には大きいですね。やっぱ一人目のあの選手、ゴール直前であんなイベントが起こらなければすごい選手になってて、まあ、勝つ負けるに関しての決着は分かりませんでしたけど、少なくとも数字をパッと見た瞬間に勝敗がつくような、そんな決着にはなってなかったと思うんだよね。いろいろと迷いもあったでしょう、異論議論も起こったでしょう。しかし今回出来上がったのはあのレベルの選手だったんだ。またね、作り直した後の選手もさ、あの博士の手術成功してたらさ、残る体力やばかったでしょ。なのでさ、強く、もっと強くできてたと思うんだ。ただあのタイミングで博士の手術失敗するわ。そしてなぜかいつもカレンに吹っ飛ばされてるはずなんだけど、あのタイミングだけカレンに会うことができて体力爆上げできるわ。もういろいろと噛み合わなかったね。それならいつもさ、強い選手の時にカレンをはめてさ、体力回復、そういう展開になればよかったんだけどね。なぜかあのタイミングで。ほんと今回というのは残念すぎる、そういうサクサクセスになりましたね。そして次回プレイするのは実況50回目シリーズの節目になるというわけで、まあ、今回あまりにも残念すぎた分、次回の動画ではいい選手を作り、またビシエド以上にヤバい選手にね、挑んでいく予定ですので、まあ、どのような対決の決着になるのかというのは次回の動画楽しんで見てくださると嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。